はい、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。それでは続きやっていきましょう。スタリッシュ戦国アクションゲーム戦国バサラということでやっていきます。さあ、私ゲーム実況者テリオンと申します。もうすぐ実況始めて3年ですが、2年半ぐらいプレイさせていただいているといったような状況になっております。残り半年間はね、ちょっと病気の療養ということで、プレイできていない期間がございました。ありがたいことにね、その間もサポーターの皆さんがですね、応援していただけまして、なんとか登録者の方がね、130名超えるといった状況になっております。ありがとうございます。ということでね、年内にね、1000名サポーターの皆さん募集しておりますので、病気の回復のためにも、そしてさらなる、ゲーム実況の継続のためにも、皆さんのね、サポートがいただけて嬉しく思っております。ということで外国の方にもご挨拶です。 Hello everyone, my name is Terion. I am a game driver. I've posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a yearI'm aiming 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、やっていきましょう。今回ね、バサラということでプレイさせていただくんですが、ドラマルートとアニメルートはクリアしておりますので、別のルートに行きましょう。大阪の豊臣波城に行くか、北の庄城に行くか、大友ザビーランドに行くかですね。豊臣行こうかな。で、合戦の準備をしましょうか。まあ、わざとは変わってないので、あ、グレン客っていうのが入ってる、新しく。何これ、勢い塗って連続攻撃を叩き込め。固有技ボタンで、縦回転蹴り、通常技ボタンで横回転蹴り、空中発動か。グレン脚レベルアップで横回転蹴りの性能がアップ。とりあえず奥義なんで R2 を使ったらできるっぽい。どんどん強くなっていくね、雪村だけね。まあそりゃそうだよね。雪村以外戦ってないからね。必殺、解体できるのは解体していきたいんだけどさ、しょぼいやつはどんどん解体していこうか。ほい、まあ大体こういうことやっていくとさ、結構こういうのに時間かかるようになっちゃってさ、無双の時でもそうだったけどさ、なかなかこうプレイに集中できなくなってくるっていうのはあるよね、ハクスラ系のゲームは特にね。そう、ハクスラで思い出したけどさ、ディアブロをね、ちょっとプレイしようかなと思ってる節があって、今ね。やっぱね、和ゲーはね、こういう細かいところがね、結構大変なんですよ。無双もそうだけどさ、こういう持ちきれないものを処理していったりするのがね、大変だったりするんで。洋ゲーはね、やっぱストーリーがね、濃かったりしたりするし、ちょっとそういうところがね、面白かったりするってところもあるよね。これ色の違い何なんだろうね。赤とかさ、シルバーとかあるけど。さあ、お金にどんどん変えていって、銘が打てるようになるかどうかだよね、これね。砥石もかなりあるし、強化印籠もかなりあるから、武器そのまま、そのまま相当鍛えられるんだけどね。あとはその銘が打てるかどうかなんですよ。メイっていうのはね、刀とかだったら言ったら、備前長船とかさ、正宗とかね、そういったところになってくるんでしょうけどね、本来は。で、それをね、解説してくれてるさ、YouTube の動画とかもあるんだけど、全部漢字でさ、読みが書いてないからさ、わかんないんだよね。そこまで書いておいてくれたらなっていう感じなんだけど、まあ、監修がさ、その、学術派だとか多分監修してるんだと思うけどさ、結構そこら辺までね、細かいところをね、やってくれてると、本当はありがたいんだけどね。さあ、春日さんが前回ね、登場してくれたんだけど、武将ね、一緒に行く武将を変えようかな、春日さんじゃなくてさ。戦友選択。おまっちゃんする？鶴姫。あ、鶴姫さん。
孫いっちゃん、孫いっちゃん10だもんね。まあ一回春日さんのままにしとくか。京極さん、京極さん、まあいっか、とりあえず進むことが目標なんで、とりあえずマリアさんの武器だけを変えておこうか。おや、あ、京極さんに変わってる、戦友が。急になんか弱くなったなと思ったら、まだ戦闘に出てないから春日さんにしといて、で、戦闘に出てストーリーに登場してきたら使うって感じにしようかな。で、春日さんの武器は96ね。ちょっとこれも若干強化しとく。あ、いっか、行こうか。とりあえず行くよ。進むことが目標なんでね。風林火山一直線、大阪豊臣波状。力知らずが我が拳の前にひれ伏せがいい、どうだろう秀吉、まずは彼らに任せてみないかい。誰？島左近だ。賭け金だけどこれでいいかな。三成くんについてきた若者だ。誰かを思い出さないか秀吉。どこだ左近。そちらさん相変わらず燃えちゃってるね。うわくそ、ダメージが足らない。しまじゅう、ヒデの物言い、この雪村、いまいち下せぬ。下せぬ、クレーン脚使うぞ。うわ、つえ、左近。くそ。うわ、これか、クレーン脚。全然当たんないじゃん。さすがにサイコロ振ってる場合じゃねえや。うん。左近。よいしょ。ソイバサラ、くっそ強え左近。あ、やばい、バサラのゲージ溜まってないね。打てないじゃん。あ、奥義使ったからか。あ、そんなことないね、グレンキャ使えるもんね、普通にね。こんなダセーとこ三成様には見せらんねってろ。うら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 、グリーン系カメだ。なるようになったってだけの話っしょ。よし、ふう、さあまずは左近を倒したと。負けた、次だっけ、次は絶対負けねえ。誰、次は誰だよこいつ。全くイメージつかないんだよこのキャラクターとさ、あれが。太鼓堀最大水位、捕まずみ、水が、捕まずこ、これでは先へ進めませぬ。どうだい、驚いたかい。ハンデーか。この城は水も防壁として使うのか。太鼓堀を突破せよ。城内の地方にある陣を奪い太鼓堀の水位を下げろ。堀の水位を確保されば行動できる範囲が広がるぞと。あ、なるほどね。まあ実際この大阪城の堀はさ、秀吉にじゃなくて家康に言われて埋めちゃったんだよね。夜とかなんか指令出してた、そのせいで負けちゃったっていうね、話ありましたよね。我が軍は勝利あるのみ、突撃せよ。よいしょ。でも部下が反対したんじゃなかったかな、確かね。その堀を埋めてしまうと容易に攻撃されてしまうがゆえにみたいな。さあジン、これか。おいと、まあそこら辺がさ、もしその
歴史の意図でいくとさ、豊臣が勝ってたらどうなってたんだろうね、世の中ね。多分まあ首都というか都は大阪になってたのかな。関東がそれほど栄えることもなかったかもね。おや、君もなかなかやるじゃないか。まあでもそれでも関東って北条とかがもともとあったとこ土地だからさ、それなりには栄えてきてたのかもしれないけど。おたくらみたいな死にたがりがさ、歴史のイフが見えたらすごい面白いよね。一番さ、それがなんかドラマになったら面白いと思うんだけどな。ドラマっていうか、そのなんだろう、牙よ、忍びよ、足軽よ、ただただ震え、了解いたした。なんていうのかな、そのあるじゃん、その次元の狭間みたいなやつ、あ、世界線っていうのかな。おお、来たか。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星を。誰、我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。あ、大谷を引き継ぐか。お膳立ては整えたよ。さあ、君の思う通りに戦ってみせてくれ。さあ、大谷を引き継ぐ。どこにいる、下に落ちちゃったな。豊臣と武田、和平成立の鍵は主、我はそう睨む。和平、その言葉の真偽、貴殿の魂に問わせていただく。おい、よいしょ。国を滅ぼすな、貴様のような存在よ。どういうこっちゃ。いや、強いぞ大谷行部。戦意のレベルが上がった。よいしょ。あ、強いな。おかげになきやがり、敵惨滅に当てられねばよいのだが。ほい、貴様の相手は私だ。行部など置いてこちらへ来い。さあ、大谷行部はさ、天然痘だったんじゃないかっていう話だったんですかね。無駄にはせぬ。三成との友情の話があったんです。確かに茶会かなんかに呼ばれた時にさ、大谷業務のさ、その汁が入ってしまったからさ、誰もそのね、お茶の手をつけたがらなかったけど、三成だけはあのそのお茶に手をつけてっていうようなストーリーがあったよね。あの戦いをもっと近くで見ていたい。うわ、おっ、よいしょ。よし、よ、ここまで来たぞ。清正がいる。ハンベさん、秀吉様が巨匠の番犬となる許可を。いいよ、けれどくれぐれも増えすぎないようにね。よし、すでに許可はいただいている。英語に使え続ける許可を。シーラの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず射滅しろ。言葉遣いが難しいな、石田の三成さん。私に殺されに来い。このまま受けに回るとまずいな。岡田純一さんのイメージが強いね、三成さんはね。よし、 あっちに出てるね。思考の増強、思考のあれか。よいしょ。思考の料理ってあったよね、究極の料理と思考の料理。こうもあっさりと。おいしんぼってさっていう漫画が、まあ、あったと思うんですけど、あ、ちゃんと読んだことなくてね。古い方というか昔のやつはね、読んだことあるんですけど、最新のやつがすごい絵とか綺麗になってるみたいで、そっちまで全然追いついてなくて。
どういうのをついたか全然知らないんですよ。究極の料理と至高の料理が。で、読んでみたいね、作品のうちの一つなんですけど、なかなかね、それができてないんですね。うわ、八塚さんか。オラ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 いえ。さあ、ここを倒していきましょう。よいしょ。まあ、1日2本ぐらいね、動画撮れたらいいなっていうふうに思ってやってるんだけど、なかなかね、それもね、満足いく通り方ができないんだよね。おい、加藤義明さん。痛えな。あ、ミスった。大将、ちょいと出過ぎじゃねえか。いや、ここは俺が出なければ。援護を頼む、サスケ。いや、バサラ使っちゃったらもったいないな。よし。さて、もう反対側に行こうか。水に落としたとしても、この男は答えぬであろうな。スイッチ。これ相撲が早いかもな。さあ、4つ目の陣を砕きに行こうか。おい、富国強兵、我らこそがこの日の元の礎なのだ。富国強兵、どっかで聞いてたもらな。今回このミッションだけで終わりになるかもな。意外に長いねこれね。怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わねえ。ほい、おいほい、天下の真田幸村が通るよ通るよ。おい、グレーンめっちゃ強いじゃんこれ。延々とできるぞこれ。くじけん流れ、俺たちの誉れさ、雪村様は。さあ、誉れの雪村様がお通りなさります。陣を一個奪われております。雪村、陣奪われちゃダメじゃねえか。早いところ落ち着かせねば。分かってるね。うわかっけえな、三つ目。言葉が。かっこいい。なんか、あれだね。なんだったっけ。いや、痛い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 。誰がこの男と、綾野剛さんがさ、こんな髪型してたよね、一時期ね。映画の役作りでさ、あ、ルローニケンシンだ、ルローニケンシン。ケンシンの時に、あの髪型かっこよかったけどな、すごい。ガンツの時の挑発もかっこよかったよね。よいしょ。この胸に、あ、ここも奪われてる。ジンが、ジン奪われすぎでしょう。豊臣が高級に龍がする。あ、ジン奪われるのきついな、正直。よいしょ。上も奪われそうだな、これこのままでいくと。三成がまだ生きてる。勇者ことはない。剣道将来を着せばいいだけ。特別実績なんだそれは。オラ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 。よーし、さあ、分隊長とか倒しとかないとちょっと面倒くさいことになりそうだから倒しとくか。そなたは兵をつぎ込むに足る武人よ。さあ、ここも倒しとくか。悩みの種といえば一部の兵が緩んでいることかな。間に合ってくれ、そこ
もう一回陣崩しに行かなくちゃいけないから。八幡大菩薩どうのこうのって言ってたね、そういえばね、確かね。三成さんがね。よし、あ、この上だ。下から回っていったら届かないはず。戦場に拉致を開けました。さあ、お急ぎよ。ほっほっ、よいしょ、ここだよ、その前に。よいしょ、ほい、こいつ2ゲージぐらい体力あるんだ。よっしゃ、これで買い物しただろう。絶対なる力はあそこにある。うん、残念だね、君がたどり着くことはないよ、この僕がいる限りね。いや、ここきついな、敵が強いってここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。おい、わったわった、こっちも試させてもらうぜ、お前の力を。半兵衛竹中さんよ、ここは集まりすぎだよ。ちょっとさっきの技伝授していただくわけにはまいりませんかコツを教えられてもさ、それ使えるようになるかってまた別の話だろ。赤き虎の心、うん、見届けますでございまする。よし、ちょっとかすかに任せるか。よし、たまには戦ってもらわないと。うん、よし、全員倒したかな。風林火山、風林火山。さあ、雪村が一人で突っ込んでいってるが、さあ、早きこと風の落とし、熱きこと何だったっけ。うわー、いって、よいしょ、よし、おっ、厳しい、だが巻き返せるとは思わぬ。さあ、回って回って、うわ、よいしょ、おっと、さあ、半兵衛来たよ、よいしょ。悪いね、急いでいるんだ、早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに、この城をここまで攻略するなんてやるじゃないか。いって、でも剣でのせめぎ合いの実力はどうかな。どうかな、聞きたそうな顔をしている、ね、うん、王となるに非常さは不可欠であろうか。それとも言って元より非常なものだけが王となるのか。秀吉の何が気に入らないか、理由を聞かせてもらおう。うん、まあ、負けが決まったわけじゃないさ武田が盛況、雷鳴が強いな。うん、さあ、豊臣波状天守開門。半兵衛、我らが夢必ず果たしてみせる。過去であろう、未来で、今の音がかっこよかったね。我が拳で掴み砕けぬものなどなし、天地を体、我が力に屈せよ。よくぞ我の前までたどり着いた、褒美だ。魔王の拳を受けるがよい。王にならず、私の拳も受けるがよい。親方様がそれをなす。聞
くに耐えぬ。よいしょ。所詮力なき者の妄言に過ぎぬ。計算はつかぬ。我はさあどうかな。朽ち果てるがいい。跡形もなく。そっちのセリフだぜ、こっちのセリフだぜ。朽ち果てるがいい、跡形もなく。はい、特別実績。いや、跡形もなく崩れ去ってくれたね、秀吉さん。はい、なんとか勝利できましたね。さあ、真田幸村勝利。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の強者になってみせますぞ。おー、親方様。タラタラタンタンタタラタンタラタラタンタタンタタラタン。はい、これもうテーマソングとかめっちゃ覚えちゃったし、なんだろうね、癖あるよねこれね。あり、ちょいとすっきりしたんでない。俺なりの答えを見出したぞサスケ。うん、ほう、なんだ。じゃあ一つ拝聴しましょうかね。そもそも切羽真田幸村自身の風林火山とはいかに。切羽、俺自身の風林火山、それは我が熱き魂に宿りし者なり。おいおい、本当に全問答してどうするよ。だがサスケ、これが事実だ。俺の風林火山はすでに俺の中に息づいていた。ふん、まあその様子じゃ肝心要はしっかり掴んでるか。合格でいいよな、親方様。合格なんだ。お目付け役としてサスケはあれか、雪村の動きを監視しとけって言われてんのか。妙な歌声が聞こえます。うん、大友ザビーランド。ザビー教の愛の集いへ。ザビエルか。ようこそ。レッツエンジョイ。ザビ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 ザ。豊臣城内に古井戸を発見しました。まさにジャパニメーションのノリだねあれはね。海外のあれでは絶対ないんだ。うん、あれれ、なんてこった。まあ迷子じゃ。何やら祭り囃子が聞こえてきますな。こっよっこっ、うまいな。それそれ、おっとっとっと、あはははは、よっ、どうした、これ一つもう一つ。楽しそうでいいな。うん、さあ次はザビーか、花吹雪か、除水か。うん、まあどれかかっていうとこなんですが、うん、どうしようね。25分ぐらいだけど今回ここで終了にしようかな。うん、ちょっとまたね、体調的にも不安定な状態になってるんで、今回ここで終了してまたね次回やっていきましょうかね。はい、ということでご視聴誠にありがとうございます。 Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということでまた次の動画でお会いしましょう。はい、サポーターの皆さんもね、また引き続きサポートしていただくと嬉しく思っております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。